MVGO とのダンプラと2月5日夕方に YouTube に投稿された動画の違い。お,おプレミア公開はいつも特別でワクワクしますね。楽しみです。ダンプラは本当に楽しい。いつもありがとうございます。とても楽しみにしています。涙がこみ上げてきました。彼らの素晴らしい努力を見て、毎日涙を流しています。どうもありがとう。まずは、見るものを魅了するダンプラとの類似性についてお話ししますが、 鳥肌が立ちそうなほどの本音で、興奮が止まりません。楽しすぎて頭がおかしくなりそうです。MV 公開初日と同じように、みんなが楽しみにしていて、私もみんなもその感情がそのまま残っているようで、ハートとゴートの雨があちこちに降り注いでいました。2回目の違いとしては、1回目はいろいろな場面があり、景色や情景が目に楽しく、 一つの映画に魅了され、気持ちが少し散りばめられていたが、内容は異なっていました。ミュージックビデオも歌詞もダンスも相変わらず素晴らしいです。二度目に見た時、私と同じかどうかはわかりませんが、同じ振り付けと曲調で三人が全力で踊る姿は一度目よりもずっと良かったです。この曲は全て彼らを中心に展開しています。泣きたいです。これが私がいつも夢見ていたことです。ナンバー 愛のファンのための努力は本当に価値があります。お疲れ様です。愛しています。翔くんのキレのあるダンス最高です。プレミア公開から1時間も経たないうちに、このビデオの再生回数は20万回を超えました。急増した視聴者数のため、YouTube が詳細な統計を提供できないものの、この数字は完全に正確ではなく、コメント数も急増しています。 早すぎてコメントがエンターキーを押すだけで表示されないほどですね。ずっと見たかったダンス動画。感動で泣ける。これからも自分のやりたいことをどんどんやってくださいね。私はいつもあなたを見守っています。ダンプラはかっこいいけど、ドーム公演はどうなるのでしょうかもしそれがドームで行われたとしたら、その場にいる全員が耐えられる光景は想像できませんかきっと全てが爆発するだろう。2024年初日のゴート。 リリースから待ち望んでいた瞬間、憂鬱な雨の月曜日に最高のサプライズをお届けするナンバー、愛最高。確かに今日はとても満足していますが、今日は健康状態が良くありません。でも今はとても気分が良くなりました。とても不思議です。上でも書きましたが、ナンバー、愛がドーム公演をするときはどうなるのでしょうか。きっと誰もが私と同じように悲鳴を上げて叫ぶでしょう。 最近大声で叫びすぎたので近所の人に注意されました。それはちょっと失礼なので、ドーム球場で誰にも迷惑をかけずに自由に叫べたらいいのにと思います。